ご視聴ありがとうございます。これよりお届けいたします作品は野村胡堂作「銭形平次捕物控え」より母と娘、昭和31年オール読み物。1956年昭和大衆文学全集第16巻より。それでは本文をどうぞ。母と娘第一章。世の中には随分変わった野郎がありますね。八五郎はこんなことを言ってきたのです。初夏のある日、平次は縁側で甲羅を干しながら、明神様のあたりから聞こえてくる老王、老うぐいすの声を楽しんでいるのでした。まことに天下太平の図です。へえ、江戸は広いな。おめえより変わった野郎があるのか？平次は気の強いことを言っております。からかっちゃいけません。あっしはこれでも世間並みのつもりで。まあ本人がそう言うんだから間違いもあるね。ところでおめえをびっくりさせた変わり者は誰だい？平次はようやく起き直りました。八五郎が持ってきた噂はどうも重大そうな匂いがするのです。どぶ板を跳ね返して格子戸を2、3枚押し倒してくる八五郎の大変には驚きませんが、八五郎が庭口から静かに入ってきてソクラテスのように深刻な顔をしているのはただごとではありません。あっしの隣にいる京極楽心という浪人もんですよ。あっしも随分変わり者を見たこともあるが、こんな野郎を見たこともありません。育児がねえというか臆病というか、あんなふぬけを見たこともありません。大層腹を立てたんだね。もっとも低芸な人間は、俺ほど変わった人間はねえと思うもんだよ。ありがてえことに本当に変わった人間は三つ目小僧よりも珍しいということを知らずに生涯を終わるまでのことさ。世間並みの気でいるおめえの方がよっぽど変わっているかもしれねえ。平次は哲学を考えているのでした。借金の言い訳をして女房の尻に敷かれて、人生はそれきりのものかもわかりません。30にして目取らず、明日の米のことも考えない八五郎は江戸一番の変わった人間かもわかりません。冗談でしょう。京極歌の神に比べると腰虎は腹の立つほど世間並みで。そのご浪人は何をやらかしたというんだ？何にもやらねえから不思議で、ろくな親の仇も打てねえ野郎ですよ。親の仇も打てねえ？あっしなんか人混みで足を踏まれても喧嘩になりやす。腹っぽいな。それが曽我兄弟ほどの親の仇につきまとっているくせに、名乗り合いでもすることが、近頃は仇にごまを吸ってご機嫌を取り結ぶ。それだけじゃわからねえ。花から話しましょう。八五郎は縁側に押し並びました。一本のキセルがせわしく応酬します。当たり前だ。いきなりそんな話を持ち込まれたってわかるもんじゃねえ。こういったわけで、向こう柳原に近頃引っ越してきた浪人者、京極歌の神というのは全く変わっておりました。35、6のいい男、人柄も申し分なく上品で、名前の通り歌や雑牌をたしなみますが、その連れ合いはまだ30前後のいい女で、相当の蓄えがあるらしく、娘一人と気楽らしい3人暮らしをしております。この密のような安楽郷へ不意に訪ねてきたのは早見男女という浪人でした。これは50前後の申し分ない敵役でした。よくはげ上がった赤い顔、胴間声で無風流で一刀流の名人で、典型的な豪傑でした。その上悪いことに京極歌の神と同じ藩に仕えたことがあり、天地ともに入れざる敵同士だったのです。詳しく言えば京極歌の神の父右近は武術の上の争いが高じて十何年前に同藩の速水弾正に切って捨てられ、速水弾正はそのまま蓄電してますます腕を磨き、京極歌之進はその後を追って江戸に立ち入れ、十何年の月日は無駄に過ぎてしまったのです。親の敵討ちというものはどんなに真面目で深刻なものであったか、今の人は忘れ果てていることでしょう。明治になってからでも30件彫りに一つ、芝公園に一つ、血みどろの敵討ちのあったことを私はこの目で見ております。まして旧幕時代にはそれはどんなに重大なことであったか言うまでもありません。因果なことに京極歌之進は親が殺されてから十何年目で当の敵の速水弾正に新し橋であったそうですよ。速水弾正には向こう傷があり、京極歌之進はやさぼとこでいささかびっこだ。お互いに忘れるはずもありません。おのれ、京極歌之進、良いところであった。と早くも速水弾正は一刀を引き抜いた。人立ちがしたところで驚かない。この野郎を切って捨てさえすれば、枕を高くして寝られると思うだけで気が弾む。まあまあ、ご勘弁を願いたい。拙者は毛頭さような気はない。京極歌之進はヘタヘタと橋の上へ土下座をした。うんざの帰りで、蝉の羽のような薄羽織、古池やかなんかを口ずさみながら、ここまでやってきた歌之進は、何の用意もない。用意はあったところで、名乗って正面から立ち向かって勝てる相手ではないのです。なんといっても相手は、一刀流名誉の腕前、江戸中の道場からマムシのように恐れられている速水弾正です。その方が、国元を立ち退いたことは風の便りに聞いている。ここであったは100年目。さあ、尋常に立って勝負をせい。この場をごまかして、騙し討ちなどを食う拙者ではない。速水弾正は、太刀に反りを打たせます。抜群の背の高さ、虎ひげを食いそらして、当たるべからざる武者ぶりです。何様もってさようの義があろうか。国元を立ち退いたのは、拙者武芸武道は大の嫌い。この通り士分として立ち行く望みもなく、殿のお血筋に生まれながら江戸に隠れて町人暮らしに身を落としたありさまでござる。腰を叩くと薄羽織の下には髪入れ止めの短いのが1本だけ。これは武士の姿ではありません。呆れ果てたやつ。その方の入弱は噂にも聞いておるが、はまりといえば。こうなると速水弾正も二の句が告げません。敵討ちは一人ではできず、そのうちに新し橋の上はやじ馬がいっぱい。腹を立てながら速水弾正も刀を収めるほかはなかったのです。第2章、それは近所の大評判になりました。向柳原の八五郎にも筒抜けに聞こえるわけです。その上、京極歌之進は釣り道具をぶら下げて飯田町まで速水弾正を送り届け、明くる日は速水弾正の方から向柳原へ引っ越してきました。幸いの2軒長屋。俺はこのうちが気に入ったとかなんとか速水弾正の方から押しかけてきたんです。自分の命を狙う親の敵の隣へ自分から引っ越してくるなど、速水弾正は相手をなめていたのです。その上、速水弾正は血に飢えてもおりました。自分の凶暴な気持ちの相手をしてくれるものがあれば、敵でも何でもよかったのです。もう一ついけないことに、飯田町のうちは家賃が6つもたまり、近所の小狩り小買い物もめちゃめちゃで全く動きが取れず、この辺りで少しの因縁があれば、引っ越したいと思ったところへ、京極歌之進が思いもよらぬ柔和な顔を出したのです。速水弾正は妾のお峰と2人、これは岡場所から生け取ったすごいので、3年延伸期にかけてもろくな鼻血も出ない限り、ポタポタするような娼婦型の30女でした。ところが京極歌之進の女将さゆりは水の滴れそうないい年まで、娘のおつゆは13。これは絵に描いたような可愛らしい娘でした。この女人国を眺めて速水男丈はこの上もなく幸福でした。飯田町のようにうるさく言う大家もなく、京極家の顔でしばらくは文句を言ってくる酒屋もありません。それどころではなく、金がなくなると京極へ押しかけて無限に借りられるのです。京極歌之進は親の敵討ちさえ思い止まった中です。お買い物や時狩り、わずかばかりの逆手などは物の数でもありません。旦那様、あれでよろしいのでしょうか。速水さんのこの頃は。お内儀のさゆりはこの頃の速水男丈を持て余していたのです。親の敵はきびすを返さずと厳重に教えられているのに、自分の夫ながらこの節の京極歌之進の臆病さは何としたことでしょう。一方、速水男丈の横暴は募るばかり、次第に羽目を外してその残虐性を享楽しているようにさえ見えるのです。こんな最中に思いもよらぬ事件が発生しました。ある晴れた朝、親分、とうとうやりましたよ。速水男丈は大やけどをして怪しげな風呂場から飛び出しましたが、念のためにちょいっと覗いてみてください。八五郎が向こう柳原から飛んできたのです。どうした八、いずれこのままじゃ済むめえと思ったが。銭形平次もこの情報は待ち構えていた様子でした。京極歌之進と速水男丈の中は、いずれこのままでは収まりそうもない様子だったのです。近頃流行りの風呂場を速水男丈も物置を潰してこさえたのが始まりで、八五郎はこんなところから始めるのです。それがどうした。町風呂が発達したのは徳川の初期、丹前風呂も湯名もそれにつれて江戸の風物になりましたが、よっぽどの風呂好きは鉄砲風呂を用意して物置を風呂場に改造する向きも少なくはなかったのです。速水男丈もその一人。物置を風呂場に改造したところで大した不思議はありません。